はい、どうも、こんにちは、ゲートです。本日は N リーグ2022シーズンの第3節です。お願いします。今年に入ってね、この2022シーズン、開幕戦、そして第2節と連敗中でございます。N リーグ第3節ですね。24時間いきます。ねじき。オフ！サメ肌サンドパン。なるほどね。サンドパンちょっときついな。ちょっとどころかめちゃくちゃきついな。いやー、終わるんぐらいしかいない。これきつそう。暗黒騎士って馬が攻撃力2000って本当。上300なんか。暗黒騎士だって確か2300ぐらいだったよな。あいつそいつこいつドイツが最強いましたね。そいつら、うわー、それ苦手。グー、 N リーグのイバルは最強なんだよ。あかーん、あかーん、もうダメだ。おしまいだ。もう負けなんですけど、この時点で。やはり 7N か。イバル強すぎんよ。いや、もう無理だな。まあしょうがないな。50の 7N は基本勝てないからな。やってる、やっとる、これやってますやん。まあでもしょうがないわな、そういうこともあるわな。もう間に合いません。いろいろと。まあこれはしゃあない。ちょっと引き弱すぎたもんな、単純に。まあでもこれがね、50の怖さなんでね。やっぱ俺本当に、今年の牙えぐくないか。ほぼひるみか追加効果引くよね。やっぱ開幕戦のプテラで何か壊れちゃったんだろうな。一試合で全色の牙全部食らいましたからね。なんかあそこから今年の牙の運命は変わった気がする。本当に牙恐怖症なんですよ、私今。一試合で全色はさすがに後にも先にもあの試合だけだもんな。今度ケイツさんと DS カセットをお払いしましょう。いや、本当にお払いしてほしいわ。呪われてるんじゃないかって思うとき多々あるからね。でもしょうがないんだよね。N リーグは多少歪んでこそ N リーグっていう感じだからね。まあ逆に歪んでくれないとね、勝っちゃいますからね。私レベルになると。まあこんぐらい歪んでくれた方が、やっとる！噂をすればやっとる。本当に歪んじゃダメなんだよ。お願いしますよ。いやー、ヤピカ苦手やな。通せんのかな。グッ、やっとる。あー、やってるじゃん、本当に。やってるよね。やってるよね、これ。これが N リーグか。これで届かなくなっちゃった。やってますやん、この人。これが N リーグだよね、やっぱり。そう来なくっちゃみたいな。やっとる。もうダメだ。やってるじゃん。いい。もうダメだ。これやばいでしょ。まあ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 、別にこの序盤ならまだ許しますよ。大事なとこでこれ来られたらもうおしまいだよ。まあもちろんね、基本的には29からが勝負なんで、まあまあ今で良かったと思うしかないね。まあ僕特殊能力でね、金特能のアディショナル丸ついてるから、まあ別に勝つんだったらいつでもいいんですけど、
まあ、僕の体調のことを考えると早めに終わってくれた方が、あの来週のお仕事に支障が出にくいんで。アディショナルと消化試合丸、消化試合丸マジであれだよな、あの青赤特のだろうな、きっとポーカーフェイスと同じような感じ。さあ一応本節最初の銀ネジキ戦いかがでしょうか。粉出てくれたら非常にやりやすいんだけどな。ちなみにテクニカ捨て身タッコを、粉出てくんねえかな。あ、そんな入るんだ逆に。ここで粉欲しいんだよな。粉、うん、まあしゃあなしだわな。ここで影分身っていう手はこれ落とせるかな。反動で微妙だよね。コライルが来た。誰がいる。黒バチョフか。バチョフさんがいたか。これは厄介なやつが残ってたな。受け出しの救助。あとはリーフィア残さないとガルーラに勝てないんで、ここ催眠来てるかな。クロスポイズンか催眠。何もないでほしい。受け出しの急所。めっちゃあられしたいんだけど、でもそんな余裕はねえよな。こっからツバメ催眠食らうかな。いやでももうきついなこれ。いやー受け球きついな今の。しかも俺の受け球はあんま関係ないんですよ、どうせ氷の牙打つんで。でも相手のこの受け球は結構有効なんだよな。勝とうと思ったらあられなんだよな。もうこれガルーラに縛られちゃってるんで、いろいろもう厄介ですよね。あーでも氷の牙の方がいいか。一応リーフィア対ラストにはなるもんな。そっちの方がまだマシか。ここ催眠ほんときついな。よし、何もなければ、ここ当ててくれれば。だからさ、俺今日ほんとダメ、ほんとに牙があかん。俺今年の牙どうなってんだよ俺。はあ、マジかよ、そんなのないよ。ちょっとこれは運悪いなんてもんじゃねえ。いやーそれはすごいわ。起きて起きて、あいやー本当に俺今年ダメだ、本当に牙に呪われてる。かーすごいわ。もう急所急所急所てか牙外して催眠当たるっておかしいだろこのゲーム。いやーマジで牙やばすぎるでしょ今年。ずるすぎるわこれ。キッス。いやなんで当たんないんだろう俺いつも。なんでいつもこうなっちゃうんだろうな。いやこれもう負けですね。かーちょっときついわ。まあしょうがないですね。このゲームで難易度親善試合とか N リーグって設定できるんですか。それはもちろん、これ N リーグ仕様でやってますからね。親善試合仕様だと勝ってしまうんでね、あっさり。なるべく自分を苦しめないといけないんでね。ちなみに第2節負けた後、最初の新戦試合で僕金ネジキ倒してるんですよ、数時間後に。
負けた数時間後に。あそこスカーレットバイオレットの日ですよね。ポケモンダイレクトの日でしたけど、そのまま倒してるんですよね。もう怖いんですけど、本当にすごすぎません？ Nリーグ24時間やって、まあもちろん勝ってないし、なんなら7勝目まで行ったの1回だったのに、終わった後親善試合になった瞬間僕金ネジキ倒してるんですよね。さあ14きついよこの試合。うわ神引いとるいやーマジか、それはきついわ。神引いちゃったか。いやもうほぼ負けですね、もうこの時点で。しかもこっちのねエース枠がGランスで敵電気電気ですから、これマジで やりすぎだわ本当 N リーグ。やっぱやったな、でかい。エレブの2ターン目3ターン目が全てだったな。あそこの電磁波からの気合ボールはマジで救われた。まだ月があったみたいです。オーゲー、アナル舐めてよかった、アナルをペロッとペロッとケツまでハッピーと。バンギ受け出しで、どの上武弘かな、いや違った気がする。どの上武弘で63ぐらいじゃなかった。さ あここをちなみに3のパワーの方、揚力素の方か。じゃあどうすっかな、まあとりあえずギガドレからかな。日本バレスじゃもな、微妙っちゃ微妙だよな。これね、トリル別に残してもいいんだよな。次で落ちないぐらいかな。あくびされる方がちょっと鬱陶しいけど。うわ下がったか、下がってマンガナか。トリル残りましたね。これがどう出るかだな。ああちゃんと遅いんだ。そして特防ダウンいて、うわーやだなこれ。バンギ出したいっちゃ出したいけど、うわ特防ダウンめっちゃ痛いな今の。いやバンギ死に出しの方がいいか。トロピアよく頑張ったか。10万ボルギーニ、まあ、特防下がってるもんな。でバンギですかね。呪いを積むのもちょっとな、電磁波されてるかな。一回呪い挟みたいまであるか。電磁波でこれでトリルがなくなるので、あとは動けるか。一応これ呪い一積みの番が爆弾した。ただまひってるこの状況がどう出るか。誰、うわグレイオンか。雪なだれが通ればって感じだけど、これ剣の舞されてる可能性高いよな。自信よし、そっちの方がいい、動きゃ勝ち。にゃー、あーまたか、またそうなってしまったか。これは負けです。いやーまたか、またしびれてしまったか。まあしょうがないな、やっぱ N リーグってすげえわ。いやー勝てないなーって、もう砂邪魔だしな。剣の舞されてアウトですよね。いやーちょっときついなー。まあでもしびれるわな、そりゃプレイヤー俺だもんな。
いやちょっとひどいけどな、やっぱ動かんよな、 N リーグだもんな。いやーまあでもしょうがない、そういうこともあるわな。もしかしたら一発勝負になるかもな、シュート最初に突破した時が最後のチャンスになるかもね。そのパターンは避けたいところだな。だから賢すぎる、マジですげえわ、ちょっとすごい、本当にすごいわ。いやこれが N リーグか、結構すごいことが起こってるぞ。なかなかやな、賢すぎるな本番は本当に。ちょっとこれマジですごい、これファクトリー有識者には分かると思うけど、すごいこと起きてます、これすごいです本当に。これ全然えげつないことが起きまくってんだけど、これ大丈夫なんかこんなこと起きて。まあでもあれだもんな、あの古田とか谷繁もオープン戦の時はわざと打たせるって言ってたもんな、あえてね配球甘くしてわざと打たせるみたいなこと言ってたし、でシーズン入ったらちゃんと苦手なとこをね意識させて攻めていくって、やっぱそういうことなんかな。ちょっと俺もオープン戦打ってたからって調子乗ってたのかもしんないな。ちょっとまだあと20時間もあるから使いたくなかったけど、やろうかな、大獣肛門開こうかな。いやまだ早いだろう、やっぱあれは勝負どころで使わないとな。リザードモルフォン、なるほど。いやよくないな、いやよくなさすぎるなこれ。リザードモルフォン、モルフォンがもうあかんやん、シンプルにモルフォンあかんポケモン。モリンフェンずるい、イルカの死体使ってエド転生するの。え、でもエド転生ってさ生きてる生贄が欲しいんですよね、とりあえず。ナルトあの当時まだコノハの人間恨んでるから危ない展開あったね。放射か、でもあの時のナルト、もしエド転生を覚えてもあれか、あれが持ってないか、あの細胞的なやつを。不思議そうね、苦しいね。いや苦しいなこれ、もう正直勝てる未来がないんですけど。あやめちゃんダメだ、不思議そうモルフォンも振りすぎる、さすがにスタに振りすぎる。急所急所急所、もう全部急所。よいしょよいしょ、だけどモルフォンきつい、ガードだもんな、避けることもないし。お、いいよ。え、色メガネあかん。いやこれもう普通にダメだ、もうモルフォン勝てなかったパーティー的に。完敗ですね、14-21-21-14、マジでザ・奇数月。いやこれですよね、奇数月は見事なまでに奇数月。でもさっきはちょっとそのガチャとガチャのエース枠と 相手の相性悪すぎないか、シンプルに。この巡り合わせだけはしょうがないけどな。でもやっぱ見てんのかな運営、本番だから。さっきは結構露骨なんだけど、こっちがリーフィアの時にトゲキスとねクロバット来て、でジーランスの時にエレブーと
ルクシオ来て、で今のもうゴーリキの時にモルフォン来るって、いやなかなかだぞ正直。ずるすぎるんだけど、シンプルにやべえよこれ。やっぱガチャで全ては決まらんけど、ある程度の流れは決まってしまうからね。ほい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 。これもしエレブンが3だったら最高。違う違う違う、来た？粉？よいしょ、そういうこと。これでもう完全なる軸ができたんで、そういうのを待ってたんだよな、あたいたちは。まあこんな感じですかね。いやこれはもう史上最高のガチャと言っていい。有田系のアナルなめ集めと。やめてくれ、もうそんな落ちたお盆の実食わない方がいいよ、お腹壊すぞ。さあ4の枠大事よ、ここそろそろ銀ネジキ1回倒しとこう。誰？ガブ？違う。ゲンガーと？違う。ガチャショーショーパーピー来た。こういうことこういうことこういうこと、流れ来てる、そういうことなんだよ、明らかに流れが来ている。銀ネジキマニューラ出してやろう。やめてよ、ほんとに。これでマニューラ来たらさすがにだよね。だって、こっちガブとゲンガーで、これでマニューラ来たら俺さすがにこれはちょっと運営の方にメールするわ。さあ、銀ネジキ。そろそろ勝ちたい。でもこのパーティーでもう勝てなかったら、もうどうしようもねえな、今日。さすがにこのガチャでは勝たせてくれ。だっお前こんなことあっていいのかよ、お前やってんなこれ、 N リーグすぎない？これは本当に N リーグじゃん。いやワンピース張りの伏線回収。96、いやマジで初手で見えててよかったわ。これどうしようかな、猫玉食いますよね。米パン外すってのが最悪なんだよな。バレパンバレパンとかの方がいいかもしれないな。とりあえず猫玉にされますかね。米パン当たんないことはありえるよな。で外すのが怖すぎる。危なかったな、でもこれ辻斬り急所で落ちてるね。いや微妙だけど落ちる可能性あったな。でロズレガーデン、ガーデンのロズレね。これ信念打てるな。ディャッもうええねんそれ本当に。これ絶対地震圏内にいるにはバレパンの方がいいかも、念のためな。何があるかわからんから世の中。これでもガブで地震で抑えて2対1でいいわ。おしかも倒してくれそう。なんでやねん、なんでそうなるのいつも。まあ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 形は変わらんな。あ一応これどっちからでもいけるか、ゲンガーからにしよう。一応威嚇警戒しておきます。さあラスト、もうこれで勝てなかったらもうさすがにきつい。雪の危な、それは間に合うわギリギリ。危ねこいつもう殺意がやべえんだけど。いや大丈夫、さすがに多分勝ち。ずるすぎないかやってること。いやでも大丈夫よかった、マジでゲンガーいて。ガブへの殺意がやべえよ。あー助かった、もう危なかったなおい。マニューラと雪の王いたんかい。あーマジでよかった、ほんと危なかった。
一応でも今日初勝利ですね。よいしょ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 と。さあ腰の位置を整えまして、はい、では参ります。このガチャ非常に大事です。お願いします。大獣肛門ガイ。まあ大獣肛門開いたんでいいガチャが来るでしょう。ケツクジャク打ったんで、なんか珍しいな、この週でガブ使ってる自分。 N リーグってね、まあ600族別に使うこと多いんですけど、マンダの方が圧倒的に多いんだな、ガブよりも。なぜかブーバーンいいんじゃない。ニビされてもいいしな。ああ、まあ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 、なぜかわからんけどガブがねなかなか出てきてくれないんだよね。てか出てくると大体負けるから、なんかマンダの方が使う機会が多い気がする。でも今日はマンダじゃなくてガブの日なのかもしれない。おお、おお、そいつはまずいぜ。でもちろん揚力素とかはないんですけど、シンプルにこいつ強いな。あー、どういう形にしようかな。これね結構よろしくなくて、ガブ対ラストにするか、ラグフロゼール対誰か。ね、いやーちょっとやだな、形がとてもやだな。捨ててガブ行くのは簡単なんだけど、いやまずいな、そのパターン。眠り粉のパターンがあるもんな。あと新緑リフスと食らうのもあれなんで、ここガブバックで何も起きないんだったらそれが一番広いんだけど、もし何かあった瞬間試合が終わる、リアルに負けが確定するか。いやどうしようかな、死に出しガブがねあんましたくないんだよな。でもした方がいいかな。ここガブバックできるんですけどね、素のリフストは耐えるんで。でそうすればガブ捨て気味に使いながらフロゼルラグラージが絶対残る形になるから2対1にはなる。そっちの方が広いんだけどな。うわどうしよっかな。いや結構悩ましいなこれ。別にどっちもありっちゃありなんですけど、眠りごなされるパターンがありえる以上基本バックの方が広いんだけど、受け球だけは本当にあかん。まさかね、受け球って起きないですよね。大丈夫だよな、いや信じよう。さすがに大丈夫なはず。いやこれ受け球で本当に試合終わるからね。受け出しの急所、これが N リングか。負けました、もう負け。あーまあしょうがないわな。あー引くか。いやこれやばいけどね。ちなみにいやこれで普通の気を保ってる自分が怖いわ。いやこれやばいことが起きてるけどね。まあでもさすが俺だよな。いやほんとこれさすがだと思います、正直。いやーすごいなー、それはすごいなー。いやーそれすごいなー。まあもうリフスト避けなかった瞬間負けですね。いやーマジか、すげえ。あーそうなったか。まあしょうがないよね。うわー、いやそう本当にすごいよ、これはすごい。そもそも粉だしね、粉のガブに一旦しか打てないリフストをしっかり急所に当てるのは本当にすごいわ。いやこれもうお見事としか言いようがない。あーマジかー、これが N リングか。
なるほど、そうなったか。いや、これは本当にすごいことが起きちゃったな。まあしょうがないですね。かそうなったか。いやマジ、あの一旦だけなんだけどな。なんでこうなっちゃうんだろうな、いつも俺は。そうか、急所食らうか。まあでも受け出し急所の確率は98% なんでね。いやこれすごかったな、マジか。いや結構すごいです、これは本当にすごい。まあでも N リーグ本番なんで、まあ、こんぐらい起きるけど、ちょっと今のはないな、本当にないな、今のやばいなこれ。いやーそうか。でももちろんね、言ってたんでね、受け球の可能性あることは分かってたんで、まあそれ出したのは自分ですからね。でしかも僕の場合はもう受け球食らうって分かってるんだから。いやすげえ、それはすごいルート通したな。まあこれが本当に僕にだけ怒ってほしいですね。他の人には怒んないでください。これはかわいそすぎるよ。さすがにそれはないわ。いやーきつすぎる、今の負け方はマジできつい。で本当に本当にマジで俺でよかったと思う。本当に他の人にはやめてあげてください。こんなこと起きてたらかわいそすぎるよ。一般の方にはもうあんなこと起きないでくれ。まあ誰かの身に降りかかるはずの火の粉が俺の方に来たと思えば世界を救えたか。あの受け球は本当にすごかったわ。 N リーグ史に残る受け球だと思う、見事すぎて。そのもうここは交換しかないっていう状況の受け球はもうある種しょうがないんです。だってこっちはルートが一つ消されてるんですから。その受け出さないっていうルートがほぼない時ってあるんですよ。もうここは受け球怖いけど行くしかないっていう場面が。でも今だって別に受け球怖いから受け出さないっていうルートがあったんで、だから自分で選択した上で受け球食らってるから、ちょっと本当にすごかったんだよね今の。挑発から入るっていうやり方はないこともない。でもプレッシャーで一瞬で PP なくなるな。39 99。今日高くないパーセンテージ。97 96 99。これでもさ、トリルしてほしいはしてほしい。いやそんなことないから、牛も速い。今日銀ねじきのパーセンテージ高すぎるんだけど、挑発してみる。ちょ、もう何しとんの、お前何しとんのこいつ。お前殴り負けそう感やばいなおい。よっダメだ。ひるましてやる。よいしょ、頑張れ頑張れ頑張れ、取りで。何この不毛な殴り合い、誰が見たいんだよ。全然ひるまんな。よっよっしゃ、1体持ってった、もう十分だろ。トリデプスの限界だこれが。ボッティか。あでもこれリフスト打ってくれるじゃん。悪くないな。これで C を下げて、よしいいぞ。ただウタンなんでね、どっちかな。眠りごな以外はメガヤンマ出したいんだけどな、加速もあるから。加速の餌にしたい気持ちはあるんですけど、どうせネイティオでも落とせないし。ヘドバクの毒がな、あと眠りごな、メガヤンマでちょっと加速狙いたいな個人的には。まあワンチャン急所でもいいしね。
イエティ、あ、加速なくなった。まあ、それはそれでいいとしましょう。あ、ラスト頼む、勝ってくれ。でもめっちゃ優しいやつがいい。モジャンボマリューラクラキャ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 、トリデプス、トリデプス、なぜいないんだお前は、この大事な時に。なんでこんなことになるんだ。トリデプスさえいればイージーだったのに。これ加速入れてシグビで落とせるかっていうゲームだよね。いや、シグビ届くかなこれ。加速を入れて S を入れ替えて届くかなこれ。届いてほしい。いけるだろ。よいしょー、ありがとう。でも結果勝てた。勝ててしまった。本当にマニューラおったやん。さすがに一致しぐみならいけたか。マニューラね、特防の方はねちょろっとあるんですけど、まあ、メガヤマお尻高いからな。あー、よかったよかった。チン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 どうして、チン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 どうしてと。初手なんか嘘つきでいいよ。なんかキノガッサとかそっち系の嘘つきでエーフィー刺さってますやんパターンない？どう、そういうパターン。めっちゃいいわ、めちゃくちゃいいわ。まあこれは正直しょうがないかな。まあ8巻いてるんで、まあエッジ避けるとかかな。正直これ受け出しはできないです。危なすぎる。サイコキで削るかな。でエッジ避け期待ぐらいですかね。もう正直それぐらいしかないわ。急所にも当たんないし。エッジ避けてくんねえかな。ひょい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 、よいしょ。オッケー、それそれ、言霊言霊。やっぱ言っとくべきなんだよね、怒ってほしいことは。よし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 、それそれ、これが俺の万華鏡の言霊つかみよ。最強道術だからなこれ。あー、いるんだ。オッケー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 、今でよかった今でよかった。どう考えるかな。一応まあここ噛み砕くなんで番技出せるけど、砂にしちゃうからな。岩の、これ雪流れがねヤチェであれなんで、番技もちろん地震耐えるんですけど、エーフィー捨てた方が広いかな。岩流れ一発勝負怖いな。あと受け出しがマジで、もうエーフィー捨ててもいいか。捨てて番技展開して岩なだれか。本当は受け出したいんですけどね、エーフィーがラストに刺さってる可能性十分あるから。いやでも怖えなこれ。いや危ないなこれ、受け出し危険だな。一応ずんだま先出すっていう手もあるんですけどね。かわせ。ずんだまから入るもないことはない。どっち取るかな。バンギの場合は岩なだれを打たないといけないんですよ、おそらく。雪なだれはきつい。ただずんだま自信をもろに食らうっていうのはあるけど、まあ、それはバンギも同じか。なんとも言えないとこだな。ずんだまでもいいっちゃいいけどな。ただ波乗りがちょい残る可能性はゼロじゃないんですよね、個体値的に。ほぼ落ちるとは思うけどな。ずんだまから行こうか。波乗りで
まあ、一応これ急所じゃなければ貝殻の鈴も入るし、 HP ね半分以上残るんで、お願いしますよ。ほぼ落ちるはず、大丈夫でしょ。 OK で、バンギはフルで残る。で、ナマズンも回復入るから、これでどうよ ?2 対1。社長?ここで社長?ここで社長?きつい。けど、一応リフストア、いや、でもこれきついな。ここでの社長?社長か。とりあえずリフストア、これもしょうがないな。 C を下げてから頑張るしかないけど、バンギもリフストだから急所、まあ、しょうがないな。これは稼い、一応これで C 下がるんで、あとはもうバンギが頑張るしかねえけど、砂までも、いやこれきついな。最後だって新緑リフストア言っても、待てよ、ここは壁の可能性が高いか。殴られてなかったら、いやーこれ怖えな本当に。リフト急所がマジで怖い。どういう形がいいかな。でも呪い積む理由はあんまないんだよな。ここ絞り取るの可能性高い。うわ怪しいな、いろいろ。砂何もなければ勝ちなんだけどな。壁、そっちの壁からか。これで火力上がんないからな。これが砂込みで、ああまあそんな感じだよな。まあまあダメ感的にはなんかイメージ通りで、リフレクター込みだったら次リフレクターの可能性あるよな。殴ってくれたらほぼ勝ちだし、殴られてなかったら壁が入るから、でも俺結局ほんと急所が勝ちだと思うんだけどな。雪長い連打で、一応ね壁読むんだったら疾風っていう、もしくは呪いっていう手あるけど、いや勝ちだと思うけどな、何もなきゃ急所以外。これでリフスト来る、絞り取るか。大丈夫、何もなきゃ勝ち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 、絶対大丈夫、何もなきゃ勝ち。よいしょ、さすがです。これが N リーグです、皆さん。これなんですよね、すごいでしょ。でもこれが N リーグ本番なんですよ。これすごいことが起きてるからね、ちなみに。いやーマジかー、すごいなこれ。いやーすげえ、本当にすごいわ。いやーすごいぞこれ、本当すごい、すげえな。起きたかそれが。いやすごいと思いますよ、これは本当はさすが N リーグって感じだと思います。あれしか負け筋ないので当然。いやーやばいな、マジか。いやこれもう本当歴代最高でしょうね、さすがにやばすぎますよ。2テイク連続一発しかないチャンスのリフスト急所だけで勝ってるんで、えぐすぎると思います、これは本当に。でも本当にさ、親善試合と N リーグね、やっぱ本当に格が違うってさ、まあ実際は違わないじゃないですか。でも本当に違うでしょ、もうこれで分かったでしょ。もうオカルトでも何でもない、本当に違うのよ。やっぱ N リーグ本番ってやっぱおかしすぎる、さすがにこれはもう、これはもう認めざるを得ないだろう、 N リーグ仕様があるってことを。さすがにこれを見せられたらもう認めざるを得ないわ。もう N リーグ本番はやっぱイカれてる。
親善試合と違いすぎるもん。もう別ゲーだよもはや。ここまで違ったらもうほんと別ゲーだよ。飽きまへん。ちょっとこの第3節、まあどういう結末を迎えるか知らんけど、まあ終わったらあれだな、リフスト急所 T シャツでも制作するか。ちょっとグッズ販売するわ、物販の方で。皆さんお買い求めください。リフティ売ります、リフティ。アナアナアナルでポン。本当にあれなんだよな、ゲイフリー社員にインタビューしたいことが山ほどあるんですけど、本当に受け球の計算式だけ本当に教えてほしい。これその別に今日に限らず、受け球は明らかに多分確率おかしいんですよね。これ本当に知りたいんだよな。内部解析すればわかるんだけど。さあそんなこんなで銀ねじき一応到達はできましたね。これペリッパーショって勝てるやつがいいな。なんか優しい地面タイプ的な、ドンファン的な人がいい。誰？チルタリス。ああいい、いい、それもそれでいい。ペリッパー様様やな本当に。受け球の対義語って普通球なんだ。まあそれね、あの N リーグ公式広辞苑に載ってますから。まあステイかな。アブソルとグライナどっちがかっこいいかな。まあアブソルで。今日高めだからな、97、96、99ってきてるから。いやここら辺で低め22、37か。これフェリッパーで出会えてよかったかな、とりあえずは。あとは後ろ次第だけど、龍舞から来るか。追い風するほどのあれはちょっと厳しいな。できないこともないけど、眠る来るかな。うん、これ逆にね、素眠りしてくれたら嬉しいな次のターン。そうすれば追い風からでもいいぐらい。なんぜ変な乱数。いやー、まあ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 、影分身以外は OK だな。加速？加速。にゅっ！よし。でも今ので分かるように、やっぱ乱数って結構幅でかいんですよ。あんなの絶対落ちないように見えるじゃないですか。あれが落ちちゃうんだから。結構でかいよね、ポケモンの乱数って。ラストは？よいしょ！勝ったんだけど。え、勝ったでしょ、絶対。え、最強？もう4の枠とかいらなかったんだけど。やったぜ！なんだこれ。めっちゃ楽だった。もうありがとう。本当にありがとう。いやもう4の枠とか関係ねえよ。誰でも勝てるじゃん、こんな。バリアードとハピナスでも勝てるわ。いらないからな。誰でも勝てる。最強ポケモンが、ペリッパーでした。今日はキーマカレー食べました。ええもん食っとるな。アスパチャありがとうございます。また吉井明久さんですよ。皆さんこのチャンネルでスパチャする人めちゃくちゃ珍しいから、一瞬で名前覚えれるっていう。ありがとうございます。本当に不当客の方ありがとうございます。不当客の名前はすぐ覚えれるから、その他のうぞうむぞうは覚えれないけど。ナイス。不当客はね、やっぱ焼き付きますからね、お尻に。ケツもなかジャーンボー、アナルもなかジャーンボー。さあラスト、チュートラスト。お、どうもどうも。
いつもいつもありがとうございます。よし、オッケー。いやー調子いい気がすんだけどな、本当に九州外めちゃくちゃ調子いいんだけどな。来てるよ、頼む、ここだ。大獣肛門かい。お願いします、本当にお願いします。あの子のアナルを死んでも舐めるとき、本当に今がその時なんですか。頼むよ、本当にお願いします。ちょっとそろそろこの苦しい展開を打破したい。タイプはこだわんない。いいガチャお願いしますよ。グレイシーヤ、ウツボッティ、チャレーム、ゴウカザル、フディーン、ユキノ。どれで奥引いてる。うわー、グレイシアで奥行くの。グレイシア手前でよかったのに。6 6 5 5 5 5か。ずれとるなー、それはずれとるなー。結構ずれて漫画なですね、いわゆる。これ雪の王とグレイシアでアラレパ作って吹雪打ってってことかな。必中吹雪当てまくってやろうか。いやー難しいねー、この雪の王なー。猿も微妙なんですよね、正直。かといっていけるやつも、いやーこのフリーもな、敵が使うとめっちゃ強いんだけどな。ボッティかー、うわーどうしよっかなー。いやこれ本当にそれもありな気がすんな。だからもうこれであとサルかフーディン。いやー正直どっちもどっちやなこれ。いやマジでどっちもどっちやな。特殊3枚、いや別に誰でもあんま変わんねえだろ。サルにしてみる。フーディンいけ。苦手な格闘フーディンが狩るという形にしよう。これでもさ、正直必中吹雪もそんなに、どうせグレイシアだとそんな何回も打てないしな。誰だ、まるまるインインインまるまるインインまるまる。これは正解でした。とりあえず出しがったって言っていい。電気はね役割対象ですから。まあ壁張られて電磁波されてなんかぐちゃぐちゃになる感じかな。まあしょうがないでしょう。うん、まあ負けることはないですね。まあ水地面電気あたりは雪の、まあ、基本有利に戦えるんで。絶対レードでもぶっ放してやろうか。でも壁残る方が鬱陶しいし、ギガ取れていくか。大丈夫、正直何もなければかなりいい状態で突破できるのは見えている。できればまひらず突破できたら嬉しいんだけどね。まあ適当に壁も消化しながら。いや見えてるよ、ほぼ HP マックスで突破する未来が見えてる、何もなければね。うん、とてもいい形だぞ。ほぼフリーで1匹目を突破できるという形は見えているんだよ、少し先の未来は。ただそれが変わる、未来って変わるからな大体。最後もギガドレでいい。ネオハルはねちょっとしない方がいいと思うんだよな。
ここで何もなければすごくありがたい。にぃだから未来変えてますやん。すぐ未来変えるやんこいつ。いやちょっと未来変わったなやっぱり。ほら、いや幕府かしかもよりによって、まあこれだったら正直あんまどっちもどっちやな。え、ちなみにきついんだけど結構。どうしよう。え、きついな。え、これラストフーディン対誰かになるか。削るも何もね。え、でもギガドレかな。え、これきついな。吹雪で削ってサイコキで縛るぐらいしか思いつかないんですけど、ここでサイコキ打ってもフーディン死ぬだけだしな。しょうがない、雪隠れ期待するしかない。え、フーディン対ラストしかないよね。ここフーディン行ってもグレイシアがだから円盤食らった状態の、これだどっちがいいかだけど、さすがにフーディンの方が色そうだけどな。実はグレイシア残しが正解かな。まあ雪隠れもあるしな、かわすっしょ。かわせ。雪隠れなんですけど、よいしょ。これで一応サイコキ圏内には入ったと思うんで。ピキピキピキ。まあここ避けてくれてもいいしね。 80% だからね、言ったらストーンエッジと同じだから。俺があんだけ外したんだ。ひょい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 。全然避けねえよ。なんなんだよこのゲーム。あーきついなー。でも正直この形全然避けないじゃないか。これチャージビーム打つ勇気ある？今の私に。で、これチャージビーム落ちるかって言われるとそもそも怪しいんだよな。さすがニスタンか。あー、ラストなんか優しいとこお願いします。本当に奥さん。なん、ドクロック的な人がいいな。うわー、誰？これきつい、怖い。この風になんか弱いんだよな。自分が使うと。なんぜやねんなんぜやねんこれこんなことないよ絶対。こんなのマジで見てるじゃん。いやずるすぎるな、やってることが。もうダメです、このシャドボ連打で負けです。いやずるすぎるよ、なんかもうやってることがちょっとえげつねえよ。こっち特殊3枚だったんですけど。いや、ないわ、それは。それはないな、でも。正直。完全に見られてますやん。うわ、なんか的確やな、マジで。雪ノーとグレイシアにちゃんと炎タイプいて、フーディーにハピナスでもこれ、ずるすぎないか、マジで。すべてが。うわ、きついな、それ。もう見てるとしか思えないほどなんだけど、これ。的確すぎる、いくらなんでも。まあ、前編はここまでかな。いや、ちょっとな、まあでも今のは本当運とかじゃないもんな。ただただ巡り合わせが悪すぎる。あれもう絶対勝てないからな、もう。あの三々はもう勝つルートないから。もうこれはしょうがなかったですね。ただもう見てると思います、明らかに。明らかに見てると思います。だってこっち氷2体にちゃんと爆風いるってやばいだろ。これはもうしょうがないっすな。じゃあ中編頑張りましょう。お疲れ様でした。